完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。 別の機構士が接近してきます。また住民に向かっていくぞ。
しない。おい、さっさと中に入ってくれ。後ろが詰まってんだよ。蹴散らしてやる、蹴散らしてやる。救援要請。よし、このままなんとかしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。ごめんなさい。怪我はない。ならすぐに動く。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は死を遂げました。
は僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい、くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。狙う。俺たちも続こう。待て、ここに。頼む。これじゃ人数が足りない。分かった。まず近くにいる仲間を集めよう。Thank you.
せだ。周りにいる巨人の数が多すぎる。いくら味方でも無茶だよ。落とした。まずい状況だぞ。かっさばいてる。このままじゃもう頼んだ。分かった
俺たちはみんな食われちまうんだ。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いつもみたいに冷静じゃない。このままじゃいずれ。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。
いい人生だった。戦え戦え戦え。ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。